はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、ちょっと今これ赤座様が処された、跡があるんですけど、ちょっとお気になさらず、今回こちら、オリジナルの呼吸で、ダークネスヨリーチいますので、今回もこのダークネスヨリーチを使いたいんですけど、今回皆様お待たせいたしました。はい、ダークネスヨリーチ VS 杉くんヨリーチいきましょう。これでどちらが勝つのか、これはねずっと気になってたのよ。多分戦うと思うので、まず、ここを、センターと、まあ600でいいかさせていただきます。そして、フィールドを作らせていただきましょう。どうだろう、まあ40ぐらいでも大丈夫かな。はい、これでいきましょうか。あの、とりあえずヨリーチ、ダークネスヨリーチね、意外と防御力はヨリーチの方が高いんですよ。これヨリーチが防御力22ですね。22なのに対して、こちらのヨリーチは防御力5と、その代わり、体力は高いです。でちなみにこれ、とある事情、この後、鬼の血を、上限に与えてダークネスヨリーチとも戦わしたいので、真の鬼殺隊モードとなっております。だから体力は上がってます。よろしくお願いします。ということで、じゃあいきますか。ヨリーチ VS いきます。さあどうなる、どうなる、どうだ、どうだ、どうだ、どうなる、どうなる、これわかんねえ、どうなんだ、どっちが勝つ。さあ、生き残っているのはヨリーチ。結構余裕で、余裕までいかないけど、もう一回やってみるか。ちょっとあの、もう一回やってみます。何回かやらないとこういうの分かんないから。はい、さあどうだ。こういうのはね、おー、これはもう完璧にヨリーチのが上ですな。あー、そうだね。ではでは次は、鬼かヨリーチ VS、ダークネスヨリーチいきましょう。はい、次くんヨリーチ鬼ですね。でもこのダークネスヨリーチって鬼として扱われてるとしたら、ヨリーチのエンチャント、レベル12、あれがとんでもなく火を吹いている可能性があるので、すごい強い可能性があるんですよ。だから、これはこの日輪刀はヨリーチの日輪刀はあのエンチャントっていうか格闘ついてないので、いい勝負するのかな。防御は、鬼かヨリーチのが上、まあでもまあほぼビビったるもんですよ。5と2なので、で体力は一緒ですね。ではいきます。さあどうなる、これ戦うね、戦うね、ちゃんと戦いますね。さあどうなる、これはいい勝負になるんじゃないか。呼吸の数はね、ダークネスヨリーチの方が少ない。さあヨリーチの戦い独特のこの、ヤムチャ視点になる。僕らからしたらちょっとヤムチャ視点になるんですよね、これ。さあちょっと近くで見ましょうか。これもしかして終わらない、いや、おー、ダークネスヨリーチの勝利。これね、多分ねほぼ互角だわ、この体力の感じは。もう一回いきましょう。これ3回ぐらいやる必要があるかもしれない。今の体力差だとね、よっ、なんだろう、これ多分ほぼ互角、いや、これ多分鬼かヨリーチ今勝つんじゃないか。ああ、そうだよね、そうだよね、うん、これはね互角ですわ。まあじゃあ、あと1回やって勝った方が上にしましょう。まあまあ、でもほぼ互角だね、ほぼ互角としても、まあ、一応勝敗はつけるとしたら、ここで勝った方にしましょう。何回運よく呼吸、月の糸をついて呼吸を打てるかっていう戦いになってくると思うから、これに関しては。あ、これはどうだ、いい勝負じゃないか。これはちょっとパッと見わかんないかもしれない。あー、鬼かヨリーチの勝利です。まあでもほぼね、これは運ですね。はい、ダークネスヨリーチが勝つときもあれば、まあ鬼かヨリーチも勝つときあるんじゃないかということで。はい、そして次なんですけど、前ね、昨日かな、ぜひ見ていただきたいんですけど、の時は鬼の王が、ダークネスヨリーチと勝負して、ムザン様か、ムザン様が勝ったんですよ。なので今回、まず鬼の王もやるんですけど、第一形態のムザン様 VS、ダークネスヨリーチいきたいと思います。さ、前は第二形態からだったからね。さあどうなる、さあこれでまず、さあここでちょっと第二形態のハンデをいただく。どうだ、いいんじゃない。ああ、さあそしてここで第三形態で防御力が異様にね、これ食らうのよ、ムザン様の攻撃が。いやー、完全にこれムザン様のが上だわ。いや、一発がマジで強いな。はい、な、ムザン様、他のさ、黒死亡が呼吸とか打ってもさ当たらないんだけど、ムザン様だと異常に当たるんだよ。これなんだろうね、ちょっとよくわかりませんが。じゃあ次、鬼の王行きたいと思います。で鬼の王はこの、鬼の王の触手と、炭治郎の日輪刀、まあ多分炭治郎の日輪刀限定かな、これを持たせることによって、もうすぐ日の神神楽を打ってくれるので、
最初からもう使える状態にしておきましょう。これですね。ではこれでいきます。さあ果たしてどちらが勝つというのかね。まあいやー体力は少ない、体力は少ない。鬼のおー圧倒的、圧倒的勝利。やっぱ無惨にだけ世に弱い気がする。これダークネスよりいち、あーいた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 、うん、絶対そうだよ。明らかにさ、明らかに違うもん。鬼の王と違いすぎるもん。これなんだろうな、これよくわからんべや。え、じゃあ次黒死亡と、ダークネスよりいちで戦わせるんですけど、まあこれの場合もう絶対勝てません。まあはっきり言ってしまうと、まあ1ダメージ与えられるかどうかだと思うんですよ。正直1ダメージも与えられないかな。うん、ああでも意外と当てれてるけどダメージ入りません。なんでですか。なので、そのために今回、ああ黒死亡だよね。そのために今回、こちらを用意しましたと。真の鬼殺隊モードで、マックスにしましょう。多分1024かな、体力のマックスは。こちらまでちょっと上げさせていただき、体力もマックスにして、でもちろんこれ多分黒死亡っていうかね、この鬼の血を10個ぐらい与えるだけでも加減が上限になるぐらいだから、とんでもない強さになると思うんですよね。さあこれでマックスです。ではいきます。ダークネスより1 VS 最強になった黒死亡。さあどうなる。防御力も格段に上がっている、攻撃力も上がっている。となると無惨様ぐらいの攻撃力になっているだろう。しかしなぜ攻撃が入らない。なぜですか、教えてください。おじいさん教えてください。ちょっと入った。絶対この今の血飲んだ黒死亡って無惨より強いからね。だからやっぱり無惨に耐性がなんか対ダークネスより1ってか無惨に弱いよ絶対。これ間違いなく無惨の呪いとか、無惨の呪い入ってる。これもしかしてこれ鬼と一応さ、ああーそういうことか、これ無惨の呪い入ってるわ。だからだこれ。あーほら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 、すごい今体力100ぐらい減ったでしょ一気に。あそういうことだ、無惨様の呪いが入ってるから。一応ねそのこのダークネスより1って要はその例えばドーマとか出すじゃないですか。ドーマをこうやって出しても絶対敵対しないんですよ。でよりダークネスより1に攻撃を受けてからようやく攻撃し始めるってことは、鬼の仲間っていうかね、部類としては鬼に分類されてて、まあより1だけその鬼に対して襲いに行くみたいな感じだから、だからおそらく無惨の呪いがかかってんだな。これなんとか玉代さんで解除してあげたいけど無理そうだね。ああそうか、これちょっと残念だな。だからか。じゃあですよ、じゃあですよ、赤座様が首トレするんですよ。で唯一このダークネスより1にかなりの大ダメージを与えることができるのがこの赤座様なんですよね。首が取れてから勝負なので、だからまあ体力はどうでもいいから、まあ多分体力はね適当でいい。もう多分これで鬼の血マックスでしょう。攻撃力防御力、まあ防御力も関係ないから攻撃力だけです。でこれでダークネスより1と戦ったら、もしかしたらダークネスより1を倒すことができるんじゃないか。まあ首取れてから本番、首取れてから本番でござるが、さあここでも首が取れた。ここから10秒ぐらい打ち続けることができるから、これでなんとか。どうだ、鬼の血で攻撃力が格段に上がったこの赤座様 VS ダークネスより1だったらどちらが勝つのか。あらこれちょ待って全然ダメージ、あらー 0.4%、 あ復活した、もうゼロです。マジか、そんなにあれか、やっぱ強いね。はい、ということで、今回は、闇落ちしたより1 VS ついに杉くんより1と戦わせてみたんですけど、結果としては、鬼かより1とはもうほぼ互角。まあどちらがなんか運よく呼吸を当てられるかによって勝ったり負けたりで、より1に関しても圧倒的より1の勝利ですね。やっぱり、鬼として分類されてるっぽいので、無惨様の呪いも発動してるからね。だから鬼として分類されてるから、より1の格闘エンチャント12っていうのがついてるから、それで多分圧倒的に差が生まれてるんじゃないかなと思います。動きとしてはね、多分ね鬼かより1と
こっちのこの鬼の頼市は無惨の呪いっていうか鬼として分類されてないんですよ。これは頼市とも頼市には絶対勝てるんですよ。これこの鬼鬼か頼市はね、これまあ無惨の呪いかかってないもんね。あ、かかってる、かかってる、かかってるぞ。あれかかるようになった。これ多分前までこれ鬼頼市無惨に全然勝てたんですよ。あ、ほらほら体力が、体力が、あーなるほど、ちょっと変わっ、仕様が変わったのかもしれないですね。うん、だから頼市とこれ鬼頼市と戦わせても意外と前まで絶対頼市が、あーあーでも鬼か頼市の方が強いわはい、ということで、まあでもちょっと無惨の呪いがあるのはちょっとびっくりしましたけど、多分仕様で変わったのかもしれないんですけど、はい、というわけで、今回はちょっとねダークネス無惨戦わせてみました。次回はね鬼滅の刃全員とちょっとダークネス頼市でちょっと戦わせてみたいなと思います。そして、呪術廻戦とかのキャラクターともね戦わせたいと思いますので、よければこれから見ていただけたら嬉しいです。じゃあ皆さんお疲れ様です。バイバイ。あ、ごめん、すいません。